僕もここに来なかったら英語も一生苦手なままだったと思いますし、その本当変にわった人生変経緯、わったってそう。感じです。最初の頃でもそんなに英語が得意なわけじゃなかっはい、たでしもうょ大嫌いでした。う。言っていいんですかね、こういうのは。あ、ポンポンもパチ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 。大手予備校さん、大手リンクさんにお世話になってはいましそうただけよど、ね。全然なんかそれで伸びてる感じがしなかったので、どうしてもなんか、その画面を見て学ぶみたいなあ、そうだよ塾だっね。たそうのだよで、ね。どうしてもなんか身につきにくいというか、身が入りにくいっていうのがあったので、本人に任せられちゃうもんね、は聞い。こうが聞き前が。本当にその人次第っていそううだとと思ころう。あがそこ大はきいそうと思だいとます思ね。う。高1の頃の全然取れなかったことの記憶は鮮明に覚えてあるんるでんすけだ。ど、本当？もう文法問題とかで4択出ても、4択を消せないんですよ。4を消せなくて、もう4分の1の山間みたいな感じだったんですけど、でもなんかその、それだけみたいになったのそうなんですけど、なんかその、基礎を入れたら、もう、まあ、これあるから、これ消せるよね。これ消せるよね。じゃあこれやん、みたいなそうなってっ感ちじゃうんだ。で、もっとなんか、今まで山間とか、なんとなくみたいなの雰囲が、気でもね。う論理的に解けるようになってきて、文法問題に関しては。なんで、すぐに点数には直なっ結したてよましたね、ね。あのね。時得は。意になってたよね。そうあ、ですこね、れで文これ法でも楽得しそう意にな解いんてたのが印象の 早くてびっくりだったよね。定着なんしないで、よ1対ね。1で、こうやって、何々何々ってこう、やり取りしていった方が、そう、喋絶りな対、がら出てくるっていうか覚えやね。すいなと思いますね。そういえばこれ、あの時に言った単語だねっていうのが、それこそ問題解いてる時に出てくるんですよ。早かった。でも覚えるのもね、忘れる時もそれあるよね、みんなね、あの時のあれよって言ってもねってあるけど、でも早かったな。面白い。なんかもう楽しかったもん、するのが。これ何持っていこうかな、なんか楽しそう。読んで理解して、これだなと思って丸つけるっていうより、この副詞が出てきた、例えば「therefore」って書いてあったら、じゃあこの後に何かあるかなって思って、後で見返しやすいようにつけていつけく。ていくっていう感じだったので、そっかそっか。最後の方は驚異的な速さだと思うね。早い早いと思って。そうよね、早いよね。何せても早かったね。2、30分余ってたでしょ、最終そう的ですに。ね、本番も20分余りとかだったので、余る人がやっぱいるんだよ、ほら。余るんだもん最低ね、受験な。生でね、終わるのが精一杯とはね、終わらない子もい終たわらない子ね。もいたりするけどでね。も余るってことは分かってるからだよそうね。そうそさあ、解けて分からなければもう時間ギリギリまでするの。うん、僕の場合は、先そ生れがこ間違えそ、て。現役時と浪人時では志望が全然違ったので、その本当に変わった人経生変緯、わったって感じそですのね。経緯もなんか不思議だよね。そうですどうね。いうあれで、そう、もともと高1の頃には医学部に行きたいっていう思いはあったんですけど、高2高3になるにつれてちょっと厳しいかなと思い始めて、そうなんだ。なる別のほど。方に。そのそういう高こ1、とか。高大科が来てくれたのが高高1 1のの夏夏でぐらいよね。夏ぐ夏らい。か夏。だからなんか高大君がいなくなった時に若干高大そ君ロスみたいう。そう。いや、誤解されるような表現やめて。本当よ、な。燃え尽き、こっちの方が燃え尽き症候群よね。あーってあーって終わっ思っちゃったて。みたいな。もうないんだ、あんなに強あのやりとりもうないのかみたいな。残念だった。2コマ来てくれて、きつかろうと思う。だって1対190でね、休憩しようか、いいです。もちろんこの後の時間があったっていうのもあったと思うんだけど、いいですっていう、いいですよって言われたら私も休憩できる。すごいなーって。で、もう一人そんな子が今回いたのよ。で、2コマでね、しててね、休憩女の子でしようかって、いいですって言うんよ。あ、こそのの子で2人、すよね、やっぱり。その子も来た時ね、偏差値今40って言ってたんだよ、英語。2年生の初めに来たのよ。コロナが始まって学校でズームになったからって言って来たして、今の子大変ですよ、本当大変なのよ、まきつといもと思に受け入れう、て。本当そに。う、情報量がね、なんかね、知識っていうか、かわいそうかった。その子もそうだったから、それでその同志社に、行った子、その子なんだけそう、同志社ど。それこそ英語むずいですもんね。そうだね。
ブルブル買ったよね、うん、なんかそういうやりがいがこっちが やってやろうって思うような状況の生徒さんがいるとしんどくても全然いいよ、わかる、うん、そんだけだって解かないと出れないもんね、自分が先に解いていかないと解くべきだよね、解かずに出ちゃいけないよね、うん、ただそんだけの量をやっぱ解いとかないと何コマか他の人もいればもういろんな別だし自分が解かなきゃいけないけどしんどくないといえば嘘になるんだよね、うん、普通のレッスンだったらもう定期的に毎回こんなって流れがあるけどもうその時その時するから時間取るけどやりがいは半端ないよね、それこそ二次対策し始めた時とかですか、ね、最終的なあれが、はい、そっかそっか、もう夏そんなもんかな、3年生の夏に8割はもう大丈夫だねっていうところに来てたのはなんとなく覚えてるんだね、うん、3人でやったの覚えてる、うん、3人でやって、はいはいはい、合計点で合計点で1人で上げてたよね、そうそうそう、で2人でなんか高台くんに、ね、お願いしてよろしくみたいな感じになってて言ってた言ってただけど結局蓋開けたらあ超えたみたいな、うん、すごかったね、3人で合計8割を超える点数を私が言ったと思うんだよね、うん、あの時期よね、だから平均で3人でやっぱり8割超えてくるっていう、なんか514点かなんか、うん、500何点みたいなすごいすごい増えてくるんだもともと入った時、うん、まあそれこそもう人にも言えないような点数だったのが、うん、伸びたのはだって英語をやる機会ってもう8割方ここだったんですよ、あーあーなるほど、まあ、うん、ここの授業だったりここの宿題だったり、うん、復習だったりがもうメインな英語の学習だったので、で実際それでまあ現役の時はまあ、うん、その今日テストで失敗してはいましたけど、うん、まあ、夏の時点で仕上がってたり、ね、うん、あったので、うん、まあ、これは浪人した時もお世話になろうっていうのは思ってましたね、うん、いやなんか一コマでちょっと物足りない言ってくれる彼女もそんなこと言ってたよ、一個一個で週2回来てたのをガッてしてる、ね、いやその方が絶対なんかいいかなと思う、なんかそんな感じだった、まあその英語楽しいと思えたら別になんか疲れとかあんまないんで、僕もあんまりなんか疲れたなっていう思い返してみたらあんまりないんで疲れたっていう、でも最初の頃はでもそんなに英語が得意なわけじゃなかったでしょ、もう大嫌いでしょ理系だもんね、はい、もう今まで山間でやってたのが分かるとかなってきてから、あちょっと楽しいかもみたいな、はいはいはい、で、うん、なってきて、うん、まあ、それが最初のきっかけではあったんですけど、意外と長文とかって慣れじゃないですか、うん、どんどん読んでったらどんどんスピード上がって、どんどんスピードが上がるじゃないですか、それがめちゃくちゃ楽しいなってなって、なるほど、理解できるところね、スピード上がって久しぶり、そうそう、二次対策に入って久しぶりに共通テストで持った時に、めっちゃニコニコしていやこれでしょ、これでしょ、めっちゃニコニコしてていや、あの2時の後の共通は楽しいですよだよね、落とす気がしないです、めちゃくちゃ分かりやすく作ってくれる、確かに2時ってあのちょっと曖昧にごまかして逆になんかそこで引っかかるみたいな問題の難易度というのがあるんですけど、うん、共通はもうあからさまに、あ、ここで引っ掛けたいのね、みたいな。出題者の意図が分かるようなね、はい。うん。そうそうそう。なんで、解いて楽しかったですね。楽しかった。なんで、僕の浪人の時は、共通1年目だったじゃないですか。うんうん、そうだったね、なんで、どんな問題出るか分かんない。分かんなかったよね。話があって、うん、どこの予備校さんも、うん、模擬問題みたいな出してたんですけど、うん、僕あんまりそんな力入れてなかったんですよ、模擬問題、どうせなんか分かんないのに模擬問題しても意味なくねって思ってて、まあそれが最低限の思考力の第2問1問2問3問の第2問まではちょっとは慣れておこうっていうのはあったんですけど、あとはまあ量かなと思ってたんで、うん、そうだよね、で実際僕の受けた本番の共通テストの英語は、うんうん、だいぶ違ったんですよ、他の模擬問題と、うん、なので僕の友達もうわやるかしたわ、あ逆にね、全然模擬問題と違ったわみたいな言ってたんですけど、僕からしたら
あ、そうなんだ、みたいな。あ、違ったんだね、みたいな感覚だったので。そんなにしてないよね、はい、ここではしてほぼほぼ途中ちょっとやっぱり少しはしとこうってなったけど、ね、基本的にはしてなかった。はい、うんうん、いろんなところの長文問題も長文とか英作とかそっちだったよね。はい、うん、そう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 。なんでそのいろんな問題解いたことで、うん、その本番迎えた時にも、うん、まあ、あんまり焦らなかったっていうか、読みだりしてる、そう、あれぐらいのはもうどうもないんだよ。うん、あとは準一級の勉強をしてたってなります、ね、ちょっとリーディングが難しいですよね。うんうん、難しい、あと速読が求められるので、なんでその力が直結してるかなと思います、うん、そこに関しては。そこにはね、まあ、準一級は単語がちょっと独特だったりするので、うんうん、まあ、ちょっと、いやでもこの勉強意味なくねって思ったりすることもあると思うんですけど、いやでも実際今考えてみたらそんなことないなと思うし、実際その英検の準一級で出てくる単語自体も、例えば二次で出てきたりもありましたし、うん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 、僕実際にそうだよ、その実際の本番のテストで出てきたりも全くないじゃないね、確かに、あったので、うんうんうん、まあ多少なりとも力にはなると思います。確かにね、意味がないことないね、はい、うん、そうそう、それで受かればもういいよ、儲けもんですね。そうですね、大学によっては満点になるところもありますし、でもね、要は11も取って、ね、合格していってるし、はい、何それのために勉強ってそれしてないもんね、そこまではしてないよ ね、ここでの勉強だけって感じですね。対策も大切だけど、うん、一番大切なのは、ね、その子の英語力が上がることで、うん、そうそうそう、対策はそれプラス最後にね、ちょっとすればいいんだよね、うん、だからなんかその、うん、逆に捉えてる人たちも結構いるんじゃないかなって、なんか対策さえしとけばみたいな、うん、だけど結局さっき高大君が言ってくれた通り、うん、その対策が外れた場合はもうお手上げじゃないけど、うん、だけどもともと英語は英語だから英語力が上がっていれば、どんな問題が来ても結局は一緒だと思うんだよね、うんうん、そうなんだよね、だけどそこがなかなか、うん、難しいっていう、うん、こと英検に関してはやっぱり対策で受かればいいじゃん、儲けもんっていうのがやっぱりあるから、はい、その英語力を伸ばすことじゃなくて受かること言うて、そうなのよ、そうすると逆になって入試には何のあれにもならないよね、はい、対策だけで英検取った時はね、って思ってしまう。ざっくり言うと力さえ上げればどの試験だって最後に対策、そこ特有の対策だけすれば絶対どこも大丈夫なはずなんだよね。うん、そう、まあ、まだ、うん、大学に入って1年目でこれからまだその自分が医者になるまではまだまだ長いんですけど、まあせっかくここで英語力がもうだいぶ上がっているとは思うので、まあそれを何もせずにほったらかしても僕のはもったいないなと思うので、まあ英語力を上げつつ勉強もしつつ、いろいろと、はい、なんかしますね、はい、期待しております。頑張ります。なかなか今のご時世対面で受けれなかったり、うん、まあ、自分次第なところがあるとは思うんですけど、まあ、そんな中でここだと、もし、まあ、僕もここに来なかったら英語も一生苦手なままだったと思いますし、はい、なんでまあ、こういう状況だからこそこういう場所がいいのかなと思います、うん、なんで英語に関しては十分伸びるっていうことは僕はもう確実にそうだと思ってますので、ありがとうございます、はい、あとはその受験生の皆さん次第、うん、次第だよね、頑張りでどうとでもなるかなと思います、うん、いや、そうだよね、はい、ありがとうございました